というわけじゃな、カエルくん。つまり、声の通り道を確保するということは、唇がしっかり開くこと、口の中、喉の奥、喉の中、そして胸の中がしっかり開くということ。これが声道を開けるということなんじゃな。そして、声がよく響くということももう一つ重要なファクターなのじゃ。声がよく響くということは、鼻の中、鼻腔内共鳴、そして口の中、口腔内共鳴、喉の奥、咽頭内共鳴、そして胸の中、胸腔内共鳴、まあ胸が落ちなかったらどっちもよく響くということなんじゃが、これがとても大事なのであるが、そのためにはどういう練習をするかというと、もう食べられないけど。おい、空気中であるぞ。難しすぎて、夢の世界にいたけど。だから、なんちゃら共鳴とか全然よくわからないけど、声が響くと一体何がいいけどか？そうだな。声がよく響いた方が、省エネで大きい声が出るんだな。省エネで大きい声が出る。ふむふむ。じゃあ、どうやったら声がよく響くけどか？そうだね。今から僕と一緒に、シチューを作ってみようか。シチューを作るけど？それじゃあヘケットくん、昨日僕が森で集めておいた食材を使って一緒にシチューを作ろうか。シチュー何を入れるけどか。まずは玉ねぎ、人参、じゃがいも、そしてじゃん、しめじ。あ、毒キノコけど。これは毒キノコじゃない。でもシチューと声が響くこととどう関係があるけど。まあそれは作ってみてのお楽しみだな。おや、おたまじゃくしくんも来たようだな。あ、美味しそうケロ。命の恩人を食うんじゃない。すまないケロ。そのフォルムを見るとつい食べたくなってしまうケロ。では早速一緒にシチューを作っていこうじゃないか。作るケロ。さあでは早速料理をしていこうと思います。じゃがいもから切るか。じゃがいも一口大に適当にカットして、皮は特に剥かずにそのまま入れようかなと思います。次は人参。人参も同じようにカットしていきますが、皮はまあ特に切らずにいいかな。このまま入れていこうと思います。皮そのまま栄養があるんでね。次玉ねぎ。玉ねぎもカットしていきます。まず皮を剥こうね。野菜がもうてんこ盛りなんだな。はい、次ぶなしめじ。こいつも石突きを切ります。こいつにマホズキッチン、でん、オリーブオイル、エクストラバージン、オリーブオイル。はい、入れていきます。揉み込む。ふふ。真剣に料理してるとキャラ設定を忘れない。ちゃんとやってほしいけど。ね、なんでオリーブオイルをかけるのかって僕もよくわからない。なんか美味しいらしい。しといた方が崩れにくいんじゃないか、野菜が。気のせい、わかんない。誰か教えて、偉い人は。じゃあ鶏肉焼いていきます。あ、いい匂い。野菜入れます。ここでさらに火を強めていく。水を入れていきます。あ、美味しそう。はわわはわわ、美味しそうだな。はわわはわわわ。料理の映像しか映ってないってやばいね。これ成立するんか、ちゃんと。ちょっとこのまま置きましょうね。オイラ全然出番がないけど。仕方ない、両手塞がってる。しかもキャラクターを忘れるね、これ。結構真剣にやってるからね、料理ね。もう見て、これね。めちゃめちゃ美味しそうなんですよ、やば。少し蓋をして、待つこと。何分かわからない、10分ぐらいかな。待ちます。さあ、そろそろいいんじゃないかな。ちょっと開けてみようか。もうこれ湯気がもくもくしてるから、もう完全にオッケーアンケー。うわっ、おいしそう。ちょっと火を止めます。
ューを入れていくんですが、ジュン、エントリーナンバーワン、恋シチュー、北海道産特の純生クリーム 100% 使用。これがまず一つ目ですね。で、二つ目、ジュン、エントリーナンバーツー、北海道産生生乳、生乳 100% の生クリームともぎたて、このクリーミーな美味しさというわけで、はい、これ二つね、でん、ブレンドして使っていきまーす。でん、でん、じゃまずこれをどんぐらいだろうな、開かない、なぜ、これ何皿分あると思う、8皿ぐらいあるのかな。ちょっと8皿分ぐらいいっぱいぶち込みます。これでまず4ね。はい、こっちもやっていきまーす。ドゥンドゥン、ます、じゃん、ウイウイス、ウィスクエア、ウィスクエアとか一人もわかんないだろうな。 SD ガンダム、ナイトガンダム好きな人でもごくわずかしかわからないくらいのネタだもん。今のとこカットでお願いします。はぁ、神がかっていい匂いする。おいらにも早く食わせろケロ。またキャラクターすぐ忘れるんだよな。料理作ってる時は別にいっか、演技せんで。混ぜていきまーす。使いかけの酪農牛乳、新しいの開けろっていうね。さあ入れまーす。もう賞味期限もあれだし、全部入れちゃおう。ケケット何もしてなくない？おいら見てるだけだし、味見がかりケロ。ずるくない？味見がかりとか。早く食わせろケロ。いや、僕も早く食べたいわ。お腹すいたんだよな。クンクン、クンクン。とってもいい匂いがするケロ。もうちょっと進めようと思います。でん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 。調整豆乳、カロリー 45% オフ。低糖質、糖質 1.2g、こちら 1.2g これ入れます。豆乳を投入した。はぁ、今日一応面白い。でん、完成しました。豆乳と牛乳と、なんかいろいろ入ってるシチュー。はい、というわけで今パリジャンっていうフランスパンを切りました。これバーって開けて、よし今から切るぜってところ、ヘケットとやってたんだけど、なんかね、録画ボタン押せてなかった、なかった。というわけで、もう切れてまーす。切れてまーす。おいらのさっきまでの頑張りが無限になってるけど、それ本当に申し訳ない。早く食わせろけど。ちょっと待て待て、シチュー装うから、シチュー、ちょっと待ってね。ゲロー、お玉ないな、お玉どこ行ったかな。ケロ？どうしたケロ？ケロ？え、お玉になったケロ？あれ、お玉。あるじゃん、お玉。よかったよかった。ケロ、ちょっと待つケロ。なになに？それ、お玉ジャクシが変身したケロ。ん？んなバカなことあるわけないだろ。さあ、シチューを寄せてくるぞ。ケロー、シチュー完成しました。こっち側ヘケットの分完成しました。おたまじゃくしくんの分も持ってきたけど、あれどこに行ったんだ。だからさっきおたまじゃくしはおたまになっちまったけど。何を言ってるんだね、そんなことあるわけないだろ。ほら帰ってきたじゃないかケロ。あ、シチューの匂いがするケロ。そんなことはいい、早くご飯を食べよう。結構リアルでガチにお腹空いてるんだ今僕は。分かったけど、早速ご飯を食べようけど、おいらも腹ペコけろよ。さあそれでは諸君、晩餐と行こうじゃないか。いただきまーす。いただきまーす。わー、とってもいい匂いがするけど。いいか、よく噛んで飲み込むんだぞ。分かったけど。うん、本当に美味しいねこれ。ヘケットもこれね。ありがとうゲロ。はい、おたまじゃくし君。北海道コーンクリームシチューと普通のシチュー混ぜて作ると本当に美味しいですよ。これが好き。いただきます。あー美味しい。うまいな、めちゃめちゃうまい。すね、なんでこんな美味しいんだろう。これボイトレの番組じゃないけどな、いつから料理番組になったけど。まあ待ちたまえヘケット君、まずは美味しくシチューをいただくんだ。よく香りを味わって、しっかり噛んでしっかり飲み込むんだぞ。分かったけど、でもシチューと声が響くことと何の関係があるけど。いやー、お腹いっぱいケロな。もう何も食べられないケロ。で、一体シチューと声が響く
ということと何の関係があるケロ？そろそろ教えてくれてもいいケロ。そうだな。じゃあシチューを使った講義といこうか。ヘケット君、シチューの美味しい匂いを嗅いだ時のことを思い出しながら息を吸ってごらん。鼻から吸うケロな。はあ、いい匂いケロ。今いい匂いケロって言った時の声、いつもより響いているのわかるかな？ケロ？もう一回やってみるケロな。はあ、いい匂いケロ。あ、本当だ。いつもより声が響くケロ。このいい匂いを嗅いだ時の鼻の中に声がしっかり響く状態を鼻腔共鳴って言います。鼻腔共鳴ケロ。そう、自分の声が鼻の中にしっかり反響している状態のことを鼻腔共鳴って言うんだな。声がなんか響いているケロ。不思議ケロな。さあ、シチューから学べることはもう一つあります。もう一つケロ。鼻の共鳴っていう話だけじゃないケロ。鼻の共鳴以外にも喉の使い方についてシチューを食べた時の動きから勉強することができるんだな。シチューからそんなことができるケロ。ご飯をしっかり噛んで飲み込んだ時、みんなの喉はどうなっているかな。ごくんと飲み込んだ時、喉がどうなるか確かめてみよう。オイラもやってみるケロ。よく噛んで喉仏を触って飲み込むケロ。ケロ、喉が上がったケロ。そうだね。ご飯を飲み込むときは喉仏が上に上がるんだなケロ。で、それと発声と何が関係あるケロ。ご飯を飲み込んで喉仏が上がった状態、もしそのまま声を出すとどうなるかな。飲み込んだまま声を出すケロ。どういうことケロ。喉仏が上に上がると声がこういう風になります。ものすごく声が変わったケロ。喉仏が上がった状態のこの声のことをハイラリンクスって言います。ハイラリンクスケロ。喉仏の上がったまま鼻腔の中に声が響いてくると、いつもより軽い声で歌えるようになります。で、別人の声になるケロ。もし皆さんが高い声で歌を歌いたいなとか、声をもっと軽くしたいなと思ったら、喉仏の高い状態で鼻の中に声を響かせていく、これがすごい大切になります。ふむふむ、ご飯を飲み込んだ時の喉仏の高さ、これで声が高くなるってことケロな。他にも方法はあるんだけど、声が戻ったケロ。今までミドルボイスにするためにおの唇、おの口の中、おの喉の中、おの胸の中、このおの声道で息を吸ったり吐いたりすることでミドルボイスにするという練習をしてきましたが、今度はあの声道で息を吸ったり吐いたりするといつもより声が明るく高めになります。あの声道ケロ。あの唇、あの口の中、あの喉の奥、あの喉の中、あの胸の中、この状態で息を吸ったり吐いたりすると、はぁ、声が明るくなります。不思議ケロな。でも声が高くなったからって何がどう良くなるケロか。いいかいヘゲット君、声が高くなるということは、今まで出なかったような高い音の出てくる曲、そういう曲をいつもより簡単に歌えるようになるってことなんだなケロ。例えば広瀬香美さんのロマンスの神様、もしミドルボイスだとロマンスの神様、こんな感じになるんだな。なるほどケロ。で、そのハイラミンクスで歌うとどうなるケロ。ロマンスの神様、ものすごく違うケロ。今日はハイラリンクスについて話してきました。声が明るく高くなるためには喉の位置が高く、鼻の中が響いていて声道があの状態になること、そうするといつもより声が明るく高く柔らかくなります。不思議ケロ。みんなもぜひやってみてください。オイラもやってみるケロ。いつもより声が高くなるケロな。じゃあまた来週会いましょう。 See you next time. See you ケロ。 See you。 オイラの色ガチャピンに似てるけど。 See you ケロ。